皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。今年に入って近畿キ,キッズの堂本剛と桃色クローバー Z の桃田加奈子カトゥーンの中丸雄一と元日本テレビの笹崎里奈アナ、TBS の安住紳一郎アナ、ヒカキンなど、結婚ラッシュが続いた。芸能界では、結婚してからずっとラブラブなおしどり夫婦が多数いるが、 本サイトでは20から40代の既婚女性100人に、羨ましくなるラブラブ夫婦、について聞いてみた。第8位、3.0%は、桐谷美玲、三浦翔平夫妻、山田優、小栗旬夫妻、小松菜奈、須田正樹夫妻が同率ランクイン。桐谷美玲と三浦翔平は、2018年7月に結婚。 2020年7月に長男が誕生した昨年12月に桐谷が誕生日を迎えた際は三浦が自身のインスタグラムでケーキや花束を抱えた桐谷の写真を投稿しお誕生日おめでとうと祝福したことが話題になったお互いを思い合っていそうだから43歳女性一緒に犬の散歩に行っていて仲良し下げだから 42歳、女性、主婦。山田優と小栗旬は、2012年に結婚し4人の子供がいる。昨年7月放送の、トークイーンズ SP、フジテレビ系に出演した小栗は、山田から怒られることはという質問に、しょっちゅう怒られます、と答え、すむ、ごめんなさい、と謝ると告白。小栗は、 出かける時には必ず山田に行き先を伝え、現在は月初めにカレンダーにお互いのスケジュールを書いているというエピソードも明かした。子供がたくさんいて楽しそうだし、小栗旬は山田優の言うことをよく聞くと聞いたことがあるから、43歳、女性、主婦。子だくさんで羨ましいから、37歳、女性、主婦。 小松菜奈と菅田正樹は2021年に結婚。映画などで何度も共演していたお似合いの二人に、ファンからも祝福の声が相次いだ。昨年6月放送の、頂きハイジャンプ、フジテレビ系に出演した姿は結婚生活について、仕事が終わったらまっすぐ帰り、ほとんど外食しなくなったと告白。自分で食事を作るようにもなり、 ずっとレシピばかり見ていると語った。個性的でおしゃれな二人はとてもお似合いで、お互い尊重し合い、自立していて憧れる。三十六歳、女性、主婦。工藤静香と木村拓也は、二千年に結婚。長女のココミ、次女のコウキ、も芸能界で活躍中だ。昨年十一月にコウキ、が自身のインスタグラムで、 木村の誕生日を祝福さらに工藤と木村が手をつないで歩くツーショット写真も公開おしどり夫婦ぶりが話題になった長年連れ添った夫婦の信頼感が見えるし娘さん2人も愛情をたっぷり受けたのだろうなと思える素直さがある29歳女性主婦子供たちも芸能界デビューして幸せそうだから42歳 女性主婦お互いを尊重している感じがするから44歳女性第6位6.0%は水川麻美久保田正孝夫妻水川麻美と久保田正孝は2019年に結婚昨年10月放送の「おしゃれクリップ日本テレビ系」に出演した久保田が夫妻は 結婚後は早寝早起きなど健康志向になったといい食生活もご飯や味噌汁お漬物などシンプルで水川が酵素玄米のおにぎりなどを作ってくれると明かしその結果イライラすることがなくなっていったと嬉しそうに語ったお互い高め合っていそうだから46歳女性主婦友達のような信頼関係がありそう 37歳女性お互いが自立していてうらやましい32歳女性主婦お互い個性を持っているから42歳女性金融関係第5位7.0%は新垣結衣星野源夫妻新垣結衣と星野源は逃げるは恥だが役に立つ TBSK で夫婦役を演じたことをきっかけに交際に発展。2021年に結婚し、ファンを喜ばせた。今年1月放送のラジオ、星野源のオールナイト日本、日本放送で、星野は荒垣と過ごした自身の誕生日エピソードを披露。当日、星野は具合が悪かったが、夜になって回復。 新垣が肉とケーキを買ってきてくれ、焼肉グリルを使って二人で肉を焼いたという。これに星野は、ひっそりとしつつも、肉とケーキでなんかいい感じの誕生日でした、と振り返り、リスナーをほっこりさせた。共演したドラマのイメージがあり、ほんわかしていそうで良いと思う、31歳、女性、主婦。 それぞれが独立しながらも協力している雰囲気が感じられる26歳女性研究開発技術者微笑ましく癒される夫婦だから37歳女性パートアルバイト原さんがラジオなどでナチュラルに妻の話をしてくれるのが良い38歳女性研究開発技術者第4位 8.0%は A クラ7、各県と夫妻 A クラ7と各県とは2016年に結婚2017年に第一子2021年に第二子が誕生している昨年10月に A クラがアパレルブランドニューナウを設立 CEO に就任したことを発表したがその最メインビジュアルとして A クラと各の夫婦ショットが公開され話題を集めた2人ともニコニコしている印象を見ていて楽しい気持ちになる35歳女性主婦各賢とがとても愛妻家なイメージだから33歳女性主婦それぞれが相手を思い合っていて素敵44歳女性主婦雰囲気が似ていて 仲が良いのが伝わってくる37歳女性主婦自然体で良い49歳女性主婦お互いを尊重し合っている感じがする47歳女性どこだと思いますか次は CU でした。